ジェラルド・バンス・ビーテン・マリア・テレジア記念碑の台座の前の、スー・イーテンの像・ゲラルド・ファン・スー・イーテンは、オランダ生まれで、オーストリアで活躍した医師である。臨床医学の大家で、オーストリアに招かれ、吸引学派と呼ばれる学派を作った。ライデンに生まれた。ヘルマン・ブール・ハーフェに学び、1745年、オーストリアのマリア・テレジアの児童として招かれ、 オーストリアの病院や医学教育の改革を行った。植物園や科学実験室を設立し、臨床医術を導入した。1745年には、マリア・テレジアの帝国図書館の司書も務めた。日本との関わりにおいては、坪井信道が翻訳した万病地準は、ブールハーベの著書に、数位点が注釈を加えた著書である。医学活動の傍ら、 検閲制度の改革を指揮し、従来イエズス会が行っていた検閲から、イエズス会を駆逐し、科学的、実用的な観点からの検閲制度の変革を目指した。迷信との戦いにおいて、マリア・テレジアの命令によって、吸血鬼伝説の調査を命じられ、報告書を書き、ブラム・ストーカーの小説、ドラキュラの吸血鬼ハンター版ヘルシング・ファン・ヘルシングのモデルに凝らされることもある。 1718年のオスマン帝国との最後の戦いの後、オーストリア領となった北、セルビアやボスニアに入植した農民の間に1730年頃頃まで、吸血鬼伝説が広まった。1755年に現地に派遣され、吸血鬼伝説が無知から来る名神であり、根絶されねばならないものであると結論した。アブハンドランでデ,デイセンズでアガッシュペンスターで、 吸血鬼伝説を生んだ自然現象を発光現象や酸素不足で説明した。1749年にイギリスの王立協会の会員に選ばれ、1751年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。息子のゴッドフリートファンスウィーテンは役人となり、ハイドンやモーツァルトら作曲者のパトロンとして知られる。ありがとうございます。